ペール缶ペール缶とは18リットル、または20リットルの鋼鉄製の缶のこと。潤滑油や塗料、溶剤などの液体を入れて、運搬、貯蔵に用いられる。講義には、また、日本以外では、容量はおおよそ3リットルから50リットルまで、幅広く、材質も、ブリキやアルミニウム、プラスチックなどであっても、ペールと呼ばれるが、日本において、JIS で規格化されているものは、 上記の通りである。厚生ペール艦は1930年代にアメリカで開発され、ヨーロッパ各国に広まり、日本には1950年代に輸入され始めた。朝鮮戦争が発生すると在日米軍から補給物資の輸送、貯蔵用容器として、いわゆる JANP 艦が発注され、日本国内での厚生ペール艦製造の契機となった。 昭和30年代後半から労働力不足による重点、梱包の省力化要請にペール缶の存在が合致したこと、メートル法への準拠で20リットル缶への移行が進んだこと、高度経済成長期に高級潤滑油の需要が伸びから印刷がなされ高級品のイメージを与えるペール缶が人気となったこと、1966年頃から 高成ペール缶の自動生産ラインが導入され、始めたこと、テーパ型ペール缶の製造が始まったこと等があって、ペール缶の需要は大きく伸びた。1967年5月1日に、ペール缶の実企画が制定。2002年度の生産量は2305万本。ペール缶は、後半でできているため丈夫である、リサイクル可能である、等のドラム缶の特徴を持っているが、 この他に以下の特徴を持つ、ありがとうございます。